はい、どうも、やすひとです。今日はですね、こちら、バーガーキング、バーガーキングを買っていたら、今日はね、バーガーキングの、デラチキ、なんかデラチキっていう謎の商品があるんで、それをね、買ってきました。今日はそれを紹介していきます。はい、デラチキって知ってますかね。まあ、知っている人は知ってんかな。なんかデラックスなんちゃらっていうシリーズがあるんですよ、バーガーキングには。それ今回デラチキを買っていたんで、ちょっとね、それを食べたいなと思います。自分ね、食べたことないんでね、デラチキは。前になんかオニオンのやつか、デラオニカ食ったんですけど、チキンの方はないんで、今日それを紹介していきます。中身がね、なんかこれデラチキをね、買っていたんですけど、あの、なんでやろ、なんかハッシュドポテトのやってるんです。なんかわかりますかね、あのチキンじゃなくてハッシュドポテト、あのバーガーキングにハッシュドポテト挟んでるバーガーもあるんですけど、それデラハッシュっていうんかな、正式名称長いですけど、あのそれがあるんですよ。なんかそれになってます。あ、なんかデラ、しかもね、なんかハッシュドポテトだけで肉ないんですよ。え、どういうこと、ちょっと待って、よくわかんない。え、マジ理解できない。ちょっとね、あの、鳥今ぬくめやりますわ。ちょっと待ってください。あったらできたんですけど、やっぱり肉がないです。熱っ。こんな感じで、肉がないんですよね。最悪やな。受け付けしたのがね、外国人の人やったんで、いや、まあ外国人は信用してないわけじゃないですけど、ちょっとこれはひどいなと。普通に。商品がね、違うし。ほんまに。まあ、変もね、なんかね、商品なんか3つぐらい頼んだのに2つしか入ってなかったとかあったんですよ。値段そのまま取られてんのに。でもレシートステージだったんでね、その時。だからあの、対応してもらえなかったんですけど、今回もひどいですね、なかなか。まあ、とりあえずもう食べていきます。ちょっともう夜も遅いし、僕も家になかなかずっといないんで、最近。だからちょっとね、今更、あの、言っても僕9時間も待ってる時間もないんでね、もう車内でお金だけ取られたら、なんかちょっと詐欺みたいな感じですけど、まあ、とりあえず食いますわ。まあ、とりあえずね、はい、ハッシュドポテトなんですよね、これね。すごいですよね。ハンバーガーにハッシュドポテト挟んでるので。でもバーガーキング立てちゃうかな、僕の知ってる感じやったら。チェーン店で。まあ、とりあえずね、これじゃあ食べます。ハッシュドポテトいただきます。ハッシュドポテトうまいですね。だ、肉がないっていう。これハンバーガーじゃないっすよね。ちゃうもんですよね。また食べます。はい、ここからは安井とか喋っていこうと思うんですけど、いや、マジでありえないよね。いや、本当にびっくりしたんだけど、もうこれ、パワハラだよ、ほんまに。まあ、パワハラではないんすけど、いや、マジでびっくりして。商品が違うっていうのは前にも何回かあったんですけど、その違う商品の中身も違うっていうのは初めてで。いや、まあね、入れ間違えるとかあると思うんですよ。忙しいんで。いや、でもその商品が違うって意味わからんやん。しかもこれ肉ないし。肉ないってどういうこと？もうハンバーガーじゃないよねって話で。それでもない金が払ってんすよ。なのに今食ってんの。パンと、野菜と、ポテト。ハッシュドポテト？どうなってんねん！いや、マジで。ありえないよね。いや、ほんとに。お金払ってんだよ。肉入りの値段で。なら肉なかったら値段変わるよね。どうしてくれるんかな？おかしいよね。マジで。いや、だから死にだれなくて。外人だろうが関係ねえぞ、ほんまに。みんな同じとこで働いてんだから、ちゃんとしろよって言いたくて、ほんとに。もうそいつクビにしろよって、ほんまに言いたいっすよね、僕は。って、誰かが言ってました。僕は全然思ってないです。間違うことあるもんね。お仕事お疲れ様です。